今回は東洋の呪術第15回です。取り上げるのは害虫害獣を追い払う虫除け砂鍛冶秘宝、邪魔な訪問客を牽制撃退する来客無用法、相手の知能を低下させる釘攻め長伏銃、この3つを取り上げます。それでは本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。まず最初は虫除け砂鍛冶秘宝です。これはゴキブリ、ダニ、ムカデ、ネズミ、ヘビなどを寄せ付けません。さらには害を及ぼす細菌、ウイルスの類も寄せ付けません。また自宅のみならず、自分の職場や学校などでも有効です。それでは虫除け砂鍛冶秘宝のエネルギーを送ります。終わりました。次は邪魔な訪問客を牽制撃退する来客無用法です。邪魔な訪問だけではなく、邪魔な電話も防ぎます。それでは来客無用法のエネルギーを送ります。
終わりました。次は相手の知能を低下させる釘攻め長伏術です。これは相手に頭痛を起こし知能低下を引き起こすというものです。それでは釘攻め長伏術のエネルギーを送ります。
終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。